せーの、ニコニコミックガールズ。わーい、こんにちは、こんばんはだね。皆さんこんばんは。テレビアニメコミックガールズでペンネームカオスこと萌田薫子を演じております赤尾ひかるです。よろしくお願いします。テレビアニメコミックガールズにて、恋する小夢こと恋塚小夢役の本土カエルです。今日は楽しんでいきましょうね。よろしくお願いします。はい、というわけで始まりました。この番組は東京 MX 他にて大好評放送中、うん、漫画家専用の女子寮を舞台に彼女たちの可愛くて面白い生活を描いたアニメコミックガールズ初のニコニコ生放送です。初ですよ。初、みんな待ってたでしょう、ね、でもね、しかも特番じゃなくてまさかのまさかのレギュラー放送です。イエイ。つまり連載開始です。やったー、おめでとう。イエーイ。ふい、はい、私たち2人がダブル MC となって、もちろんたまにはゲストも呼んだりなんかしちゃってコミックガールズの最新情報からあんまり関係ないことまで内容盛りだくさんでお届けいたします。ふい、まあ、もちろんね、あんなことやこんなこと本当にいろんなことに挑戦していこうっていう番組なので、ね、我々が一体どんなことをさせられてどんな結果を迎えるのかちょっと不安なところありますが見守ってください。お願いします。ペコ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 。はい、初めてのニコ生ですが、もう今日なんとこの後6話をね放送されるっていう、そう、今日はねニコ生からの6話視聴を皆さんぜひリアルタイムでしてほしいところです。お願いします。お願いします。お願いします。いや、2人でねニコ生するのは初めてだし、ねー、ね、アニメでさメインになるのも初めてだから、ね、一緒にね、うん、そう、なんか私たちのこと知ってますか。知ってますか。赤尾光と本土楓って言うんですよ。そうです、二人でアホって言うんです。言わないからアホなんです。言わないの。あ、でもそっか、そうだよ、あのね、ね、赤尾と本土だからね。そう、赤尾と本土だからアホ、アホです。アホです。まあいいんですよ、あの、まあ、あの同じ事務所 の、 あの同期の子でして、そう、ね、そうなんです。出会いはね事務所入る前だよね。覚えてる。覚えてるよ。そう、事務所の所属オーディションがあったんですけど、うん、その所属する時 の、 その同じ受ける時間の回でね、うんうんうん、一緒だったんだよね。そうで、私がね、まあ、うん、ちょっと失礼なこと言ったんだよね。 あ、ジュニアクラスの人だと思ってだから小学生か中学生なんだなと思って一人でここまで来たんですかみたいなこといや当たり前だけどはいだってほほーだって ね、 ね、はい、そこまで幼いわけじゃない。そのジュニアクラスではなかったっていう話で、ね、そう、普通にね普通のクラスだったっていう同じようなクラスだったからね。そう、でもね、オーディション終わった後もなんか友達になれたらいいなって思ってて、うん、そう、ちゃんとね覚えて、でもちっちゃい子いたなって覚えてたそれもかい。そういう意味で本当にカオスちゃんみたいだなってね私は思ってるんだけどねそうね、懐かしいね、うん、ここにこうやって出れて嬉しい。そう、私たち2人でやるのはあれだね、先行上映とか以来かな、うん、そうだね。あとは AJ で4人ね、そこで初めて揃ったし、うん、そう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 、 AJ 来てくれた人いる。 AJ、 AJ コメントコメント AJ の人来た、AJ? 来た、そうだね、AJ? そうだね、そうだね見に行ったよ。あ、ありがとう、ありがとう。ジュニアクラスの子いたのそうそうでもね、そう、あそこでみんな揃って相談もなしに衣装ぴったりだったりもしたけど、そう、本当ね、今日もなんか自然と双子感あっていい感じ。この部屋にも合ってるし、分かんないけどいい感じでもあの、まあ、同期ってこともあって本当に多分こんなゆるい雰囲気でやっていくので、みんなよろしくねお願いします。お願いしますさあ、じゃあそんなこんなで2人で頑張っていきますか。おいよ。ではそろそろ番組を本格的に始めていきたいと思います。タイトルコールです。皆さんもご一緒に
ニコニコミックガールズ第1回スタート。はい、質問があります。おー早いね、 CM 明けだけど。そうなんです。どうした？今 CM で流れてたコミックガールズについて説明をお願いします。おねえ、質問の意味知ってる？っていう質問していい？知らない知らない、うん、アホだもんね。ねえ、アホだもんね私アホじゃない、まあ、はい、OK です、コミックガールズの説明をいたしましょう。もちろん知らないって人はいないと思います。あ、カンペって言ってる人いるけどカンペじゃないですよ言っとくけど、そんなこと何も書いてないから頭に浮かんだんです。浮かんじゃったね。はい、ということでコミックガールズはですね、皆さんご存知だと思うんですけれども、半沢香織先生による4コマ漫画作品です。後ろにありますね、1巻から4巻までただいま出ているんですが、漫画タイムキララマックスにてただいま大好評連載中でございます。ああ、このラインが、このラインやばいね一番なんだかんだ引き締まってるのね、うん、翼さんね。開いたページがここってさ、最高じゃない？最高、見せないよ、うん、見せないよ、買ってね、買ってね、4巻まで出てます、お願いしますお願いします。そう、でもね、その、うん、そんな原作のね先生、あの半沢先生なんですけど、うん、こうね結構ちょこちょことお会いする機会があるというか、そうそう、なんか毎回現場に来てくださってるし、ねね、あの上映会じゃないけどさ、こう、うん、お家に集まってみんなでアニメ見ようよみたいな時にもね、この前はね、要はの時に香織先生も一緒にリエリーさんのお家で見ました、うん、見ました見ました。そう、半沢先生はね本当に優しくて温厚でね、穏やかな人で、うん、ほわほわしてて、ほわほわしてるよね。カオス先生かなって思った。でもそれはわかる。なんか、うん、初めはわかんなかったの、なんか、うん、身長は別に普通だったから。そうです、スラッとしてるよね。印象的にはなんか、うん、あ、漫画家さんだって思ってたんだけど、うん、こうだんだんお話ししていくとカオス先生かなって思い始めカオス先生でしたカオス先生でしたそう、カオス先生でした。でもね、そうなんだよね、その半沢先生もね、カオス先生とそういう似てるところあるんだけど、うん、あれなんだね、先生自身が中学生でデビューしたの、ね、そう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 、ヒュー、そっか、すごいよね。出身も福島、福島出身の女子高生連載作家だったという経歴の持ち主、さすが。いつか聞いてみたい、ね、先生は、うん、その学生時代で現役学生の頃にやってたわけじゃない、うん、その時クラスメートに言ってたのかどうなのか、アニメ内ではみんな言わない派だったじゃん。秘密にしてるみたいな。秘密だったんだ。じゃあ本当に作中と一緒なのね。そうそうそう、ヒュー、なんかね、こう周りにもさ、実は漫画家さんだったみたいな子がね、学校にいたかもしれないと思うと、いたのかしら。ちょっと面白いよね。漫画描いてた？彼は書いてなかったけど、そう、でも友達ですっごい上手な子いたこと、いたなぁ、そう、プラどうした？プラ感じた、感じたね、感じた、あ、はい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 、まあ、あのごめんね、赤尾ひかるって素でこんな感じの人なんですね。出会った頃からこうでした。なんかずっとこうなんです。隣にいるからお仕事モードっていうかさ、なんかお仕事だよ。なんかふわふわしちゃって。そうね、そうね、嬉しくなっちゃって。カエルちゃん頑張るね。あ、頑張ってくれ。主役だよ、座長だよ、分かってる？分かってる分かってる。でもね、私はね、そう、あの漫画描いてたよ、子供の頃。おお、どんなやつ？ここじゃ言えないような漫画描いてた。いやそっちじゃないから、そっちでもないから、これでもないから、これでもない、これでも、そうかそうか、面白い、ね、今度さ、それ残ってたりしてないの？残ってるよ。持ってこようよ、持ってこようよ。絶対やだ、絶対やだ、モザイクかかるから。いや大丈夫で、大丈夫だよ、大丈夫。やっぱやっぱ嫌だよ、そっちじゃない、そっち、やっぱ嫌だよ。ルキちゃん方面じゃないから、じゃない、まあ皆さんご想像にお任せします、うん、そう、昔の映画が何を考えていたのか、恋愛系じゃないです。あ、そうなんだ、まあ、戦いの後にみたいな激しい感じ。そうだねすごい、はい、これ以上言うのはやめておきたいです。はいはいはい、怖いですね。わかりました、まあまあまあ、そんな漫画の話をしつつ作品の方に戻っていきたいんですが、はい、誰だまだ笑ってるのはい、あのですね、そんな我々の出ている作品、うん、コミックガールズなんですが、ストーリーの方は至って誕生明快でございますね。はい、漫画家専用の女子寮で巻き起こるカオスちゃんたちの日々の生活を描いた作品です。そうなのですよ、本当に日常ものとしてね、ほのぼの描かれるんだけど、うん、そうそう、
でもいざこうアニメになってさ、ね、絵で見るとさ、この前の最新話、うん、今日放送の前の最新話、うん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 、私ねすごく好きなシーンがあってね、うん、みんなもう見た前提で言うね、うん、そのあんま詳しくは言わないけど、その鏡の前、洗面台の前でるきちゃんがずっとこう自分のことをね、うんうんうん、見ているシーンがあって、うん、もうそこがめちゃ綺麗で、わかる、なんか一コマ一コマがさ、そうなの、美しかったよね、本当に。そう、やっぱアフレコする側としてはさ、うん、いつもこう今でもこうアフレコしてるとさ、うん、あ、すごいこんなに沈黙が続くけど、ここはなんかアドリブいらないんだよなと思っていて、うんうんうん、いざ絵が出来上がるとさ、いらないってね、そう、これは絵のお芝居だなってなったりするから、絵の力ってすごいなって思ったよ。そうそうそ う, そ う, そう、 あとね、なんか前はカオス先生が、うん、なんか光の中でカオス先生変顔選手権っていうね、知らなかった、名前でつけてるんだけどそれもっと早く言ってよもっとみんなで早く共有しようよそれそう、なんか、うん、こう一話一話カオス先生がとんでもなくね、やばい顔になってて、そうね、だいぶすごい顔してるよね。前回とかジェットコースターに乗ってる時の顔とか、ね、みんな覚えてます、あのボンボンボンっていう顔すごい顔してたね、かわいかったね。もうああいうのを見ていつも楽しんでます。そうね、あとあの個人的にはさ、あれ、うん、あのアイキャッチって言えばいいのかな、うんうん、この合間合間に出されるこの手書き風のやつが結構尺をたっぷり使って、しかも結構書き込んで文字がいっぱいあって、うんうん、もうそこだけでも止めてみたいぐらい、うんうん、そこだけのネタってのがあるのが私はすごく好きです。それね、本当にそう、みんな追いついてる、ちゃんと追いついてますか、ね、何回でも見てください。そう、見てほしいですよ、うん、お願いいたします。お願いいたします。はい、続きまして、放送中も間違えちゃった放送も順番に差し掛かっているタイミングでありますが、改めてメインキャラクターの紹介だけでもさせてください、うん、はい、まずは私が演じております萌田薫子15歳。萌田薫子15歳、本当に15歳なの？いや、本当ジュニアクラスじゃないの？ジュニアクラスじゃないよ。じゃないの？じゃないよ。はい、この子はちゃんとした高校生でございます。そして4コマ漫画家ペンネームはカオス、気弱だか頑張り屋さん、オタクの趣味を持つ一面もあります。そうね、口癖はアバババババ、生アババだ。というわけで、そんな彼女を私なりに書いてみました。じゃーん、かわいいけど、これあれでしょ、あ、どんなに横にはたいても起き上がるカオスでしょ。そう、起き上がりこぼしそう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 、そういうやつでしょ、知ってる知ってる。僕はそう、ゴールにかけて何回も転んでるから起き上がって欲しくて。そうだね、そうそう、いつもさ、ボツですって言われても立ち直るカオスちゃん大好きよ、うん、ね、頑張る、偉い、偉いね。撫でてる、もうどんぐりだけどね、それそう、どんぐり、書いてる途中でどんぐりかなって思って、帽子つけたらどんぐりになっちゃった。可愛いわね、うまいね。いや、そんなカオス先生は猫ちゃんが集まってくる、動物すごいよね。そう、猫以外 も、ね、そう、猫以外も鹿とかキジとかいたよね。そう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 どっからっていう本当に友達がいないけど、動物さんとはお友達になれるっていう。寂しすぎる。寂しい。でも最近は違うよ、5話まで見てくれた人はわかるよね。うんうん、よかったね。よかったよかった、よかったね。でも出会った第一印象っていうとオーディション、そうだね、うん、カオスちゃんとはオーディションで出会って、最初はゆるふわでなんかうじうじ、うんうんうん、なんかこうやってこうエーデとかの後ろにうーってやってる感じなのかなって思ってたの、はいはい、でも意外と叫ぶ。そうなのよね、そう、感情を意外と表に出るキャラクターだなって思って、すごい演じてて楽しいなって、うん、いつも楽しそうだもん、すごい楽しそう待ってます。ね、自分と似てるところは？似てるところはあんまり自分だと分かんないけど、いっぱいあると思うけどそう言うんだよ、そう言って言うんだよいや、だってみんなもそう思いませんか？すごい似てませんか彼女。そう言うんだよ、言うんだよ、A で。なんかこの前もさ、リエリーさん家泊まりに行った時にさ、なんかあ、コースだコースだみたいな、そうみんな、私だけじゃない、みんな言ってるわよ。なんでだっけあれ、転んだ時だ。あ、だって絶対転ぶもんそう、リエリーさん家で転んで、なんかこう携帯の充電器をこう刺してこう借りてて、ね、でポイって置いといたら、置いといてこうトイレかなに行こうと思ったら、その充電器に引っかかってリエリーさんのベッドにボーンってバーンっ
ってなってみんながウクウスだウクウスだそうだねウクウスいるウクウスいる声似てるって言ってごめんねごめんねそんな感じね。だから本当にあのハマり役だなと私はすごく隣でいつも見てるよ。ありがとう。お尻触るな、な、なんで生放送でお尻触るの？いつものことじゃない。そうなの、赤尾光っていつもこう突然触るの。プーじゃないよ、プーみんなアラじゃないからね。あなた私以外にやっちゃダメよ。はいはい私はいいけどね、まあそんなことを話しましたが、はい、じゃあ続いてね、知りたい、教えてあげるわ。じゃあ続いて本土楓が演じております小泉小夢ちゃんのことをお伝えしたいと思います。小夢ちゃんだよー、ただん、はあ、愛しいね、可愛、うん、いね、可愛いね、はい、小泉小夢ちゃんはなななななんと先ほどのカオル子ちゃんと同い年の女の子ですね。なんか体格からしてそうは見えないんですが、まあ漫画を描いているのは少女漫画家として描いてます、うん、ペンネームは恋する小夢ということで、ほぼもう9割方本名が出てるっていうね結構そういうところのある、なんかちょっと隙のある系の女の子かなって私は演じていてちょっと思いますね。で性格としてはそうね書いてるけれども、ポーポーした性格で本当に甘いものが大好きで、こうアドリブで喋るところでもあのアドリブでずっと甘いものについて語ってくださいって言われて、ひたすら翼さんに対して最近のドーナツどう思うみたいな話をしたりとか、そんなことを砂糖味のやつだね、砂糖味の喋っていて、でもね放送の最新話ではおや翼さんのことがすーあらって感じなんですが、あれはいい感じでしたな。今回も私お、うん、なかなか書けたんじゃないかな、書いてみました、うん、実は本土も。じゃあ私なりの小夢ちゃん、みんなご覧ください。どどん、小夢ちゃんです。見えますか？上手、画作じゃん。本当に？うん、え上手だよ。ありがとう。口の周りにさドーナツついてるところとか、うん、目の色が青いところ、いやそれは設定だよねど正直どっちも設定でしょ、甘いもの好きだし。いやでも本当に少女漫画のさ書き方っていうの、それが怖いんですけどでもそうね、はい、なんか彼女は私もそのオーディションの時に初めましてだったんだけども、小夢ちゃんとは、彼女の第一印象は、本当の第一印象は、あ結構ぶりっ子なのかなって最初思ってしまったの、でもね実際こう原作の方読ませていただいたりとか、アニメ本編をここにアフレコしたりとかしていると、本当にこの子は天然なんだなと思って、天然で全身で恋を求めていて、でも恋の経験がなくってっていうジレンマの中でこう漫画家さんを続けている女の子というか、いう立場でね、その恋を求める中で、あそっちもいけるすかみたいなね感じにちょっとやっぱ天然だからね。そうね、そう全部ウェルカムだからさ。そうね、そうそう、でもね正直私も、いいと思う、いいと思う、おいいぞ、もっとやれ、もっとやれ、もっとやれきましたね。そんなとこなんだけど、私と似てると思う？あでも思うよ、思う。なんか目青くないよ、なんか虫スキル覚えたか。あ覚えた、覚えた、今覚えた、よかったねありがとう。そうあのね、なんかこう何もさ、はいはい、こうなんか壁がなくウェルカムしてくれる感じっていうのかな。本当？そうそうそう、なんか小夢はさカオスのことをそうこうパーって受け入れる感じ。そうね、そういうなんか包容力っていうか、そういうのなんかもう何でも受け入れるよみたいな丁寧な感じ。あらありがとう。あらありがとういやありがとう、こっちのセリフだけどいいあ、はいはい、受け入れるかどうかは私が取捨選択いたしますさあということではいはい、はい、次の女の子の方に参りましょうか。どどーん、続きまして大西沙織さんが演じる色川るきちゃん、 TL 漫画家でペンネームは爆乳姫子だが本人は白乳。やめろやめろやめて差し上げろ真面目でしっかりした性格、小さいものをめでるのが大好き。そしてそんな彼女を恐れ多いのは百も承知なんですが、私なりに書かせていただきました。ワクワク、これあーかわいい、これうさぎも描いたよ。う
ウサギいるね。そう、何かとさ、カオスにウサギの着ぐるみ着させるイメージね、すごい。え、でもね、ずっとね、何にも言ってないけどずっと着ぐるみ持ってたりするからね、アニメの中でも持ってると思って。そう、かわいい。そう、かわいいんですよね。かわいいわね。そう、るきちゃんは、うん、なんだろうな、すごい真面目なのよね。そう、しっかり頑張ろうとね。だからしっかりしなくちゃって思うし、うん、そんな自分が、うん、そんなね、あの TL 漫画を描く、うん、ティーンズラブ漫画を描くなんて恥ずかしいっていう、うん、意外となんかみんなが第一印象で思う、その学校のね、クラスメートが思ってるような大人っぽい子ではなくて、うん、心の中はね、普通の女子高生と一緒なんです。そう、意外とね、シャイとかピュアなんだよね、うん、そうそうそう、多分小弓よりピュアなのかなって若干たまに思う時が、感性の違いなんじゃないかな。感性の違い、そう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 、詳しく聞こうかないやいや、小弓はあの気づかないタイプ、こういろんなことにバンってしてて、こういろんなことに気づかないけど、こうルキちゃん周りの目が見えるから、うん、こうキャッっていうのが、キャッはい、そろそろ以上でいいでしょうか。以上です以上です。そうね、でもアフレコの時の話になるんだけど、うん、あの海に行って、あの、うん、あ、そう、そうなのね、海に行った回のお話で、あのキララの作品の若葉ガールズさん出てきたの、うん、みんな気づいた？気づいた？気づいた？楽しかったよ。そう、そう、あれはね、我々もみんなびっくりして、うん、もう最高の遊びだよね、あれね。で、そんな海でのお話なんだけど、こうみんながこう、なんだろうな、水着を着て、うん、これなんだっけ、ビーチバレーか、うん、するところで、こう小夢とかは大きいじゃない、うん、えい、えい、えいってやって、で、るきちゃんがうっってやるとき、もう見事な絶壁で、ね、でもあそこ実際はセリフなかったんだよね、うんうんうん、ないところにサオリン先輩がアドリブですごく寂しい掛け声を入れていて、そう、みんなが顔を伏せるっていうもう笑いたくてしょうがなかった、ね、笑いとこのいたたまれない心でスッてしてたよね、うん、あの時みんながみんな同じ方向を見たのがすごく面白かった私はいや面白い、素敵なアドリブを入れるお兄さんだけど、うん、そう、似てるところとかってあるかな、ね、AJ の時にもね、うっすら話したけども、うん、こうやっぱ恥ずかしがっちゃうところ、なんかしっかりしようと、うん、先輩だからこう、ね、赤尾ちゃんみたいな、こうしっかりしようとしてるけど、うん、意外と天然さんなところが出てキャッっていうところがちょっと可愛い。そうね、うん、私は結構沙織先輩とはご一緒させていただく率がわりかし高くって、それでいろいろな面を見てみて思うのは、なんか本人はすごく天真爛漫というか、本当に楽しいこと大好きな方で賑やかな方だけども、やっぱ主にご一緒するのは仕事の時だから、そのお仕事モードっていうと違うけど、アフレコの時とかイベントの時とか本当に周りのこと見ててすごい気にかけてくれるし、大人だし、なんかそういうところをずっと見てきたから、個人的にはすごく似てるなとは、うんうんうん、思うんだよね。確かにまとめ役って感じだよね、なんかみんなを、ね、確かに AJ の時もそうでした、裏でしっかりしてるなって、しっかりしてるなちょっと先輩に使う言葉じゃないかもしれないわね、しっかりなさってるし、そうね素敵な先輩よね。そう、大好き。あ、大好きって言えば済まされると思ったでしょ思った、はい、私たち大好きな先輩、大西先輩、いつかここにも来てほしいわね。あ、来てほしいティエリー先輩も来てほしいです。はいと、まあ、話してきましたね。さあ、今ね、リエリーさんの話出ましたけれども、うん、最後にお待ちかね、高橋リエリーさんが演じる勝木翼さんのことを紹介したいと思います。はい、翼さん、ドドン、あ、かっこいい。翼さんはですね、少年漫画家さんでございます。ペンネームはウィング V、 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 やっぱかっこよくないと思うんだよねこのペンネーム、うん、はい、これはですね、そう、雑誌の表紙を飾るほどの人気作家さんなんです。うん、そして執筆の際にはキャラクターになりきるのが癖、そんな子です。そう、ちょうどね、今の画面の中の、うん、あの右のね、2コマ目、うん、真ん中のコマとかが ね、うん、ね、暗黒勇者になりきっているのね。わー、あれはかっこよかったよ、7回。でもさ、邪魔だ邪魔だ、そうね、邪魔だ、眼帯とマントが邪魔だ、行っちゃったってやつね。そう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 、さすがマイペースな、そうね、すごいマイペースねっていう勝木翼さんなんですけど、せん越ながら書かせていただきました。うっ、ちょっとさっきとも差があるんですが、せーの、よいしょ、
あ、おいおい、あのね、おい、時間っていうものがね、これはディスりか。さっきめっちゃ好きって言ってたじゃん。言ったけど、時間っていうものがあったんだね。時間っていうものがあった、うんうん、でも分かるよ、分かるよ、翼さんな感じ。これを書き始めたのはニコ生が始まる30秒前です。30秒前から5秒前まで私はこれを書き続けてました。許してケロ。許す。そう、でも愛詰まってるもんな。詰まってますね、うん、やっぱりこう小夢ちゃんを演じていると、うん、最初は普通にこう、うん、なんだろうな、このクラスの学校の子たちのように、うん、キャーかっこいいっていう目線で見てたけど、うんうん、翼ちゃんじゃないな、翼さんとその遊園地にね、うん、行ったお話があったじゃない。あったあった。そこでなんかおやキュンキュンするね。うん、うん、あれは良かったもんな。あれは本当にかっこよかったし、うん、なんかなんだろうな、リーリーさんのそのかっこつける時のセリフ回しが私はすごく好きで、そう、あれは1話か、うん、そうだ、リーリーさんのお家で1話を見たりした時の話なんですけど、うん、あの1話をね、こう4人揃ってリーリーさんのお家にわーいって突撃して見てて、うん、でも結構ね音量を上げて見てたんだよね、ね、って時で、あれはあれだね、ね、ここに〇〇のトーンをやってくれ、うん、そして一生そばにいてくれみたいなねことを言ってくれるシーンがあったと思うんですけど、あそこの音の気持ちよさが半端なかったね。本当にボーってきて、もうみんなでキャーって言って、そう、本当にこれでもこれ漫画かなってぐらいみんなその場をゴロゴロしたのよ。そう、でリリーさんは一人だけ、やめてやめてって、うちらは巻き戻しだよね。そう、もう一回見ようね、もう一回見ようって、とりあえずオンエア見終わったら絶対もう一回行こうね、そう、音量もう一個上げようねみたいな、もう一回見るっていう、でちゃんとその後ももう一回見て、私はもうね鳥肌がすごかった、いい意味で。でリリーさんは真っ赤でした。真っ赤でした、可愛かったです。でもそう思うとリエリーさんと翼さんは個人的に結構似てるなって思う。うん、確かに、うん、リエリーさん自体すごく楽しそうにお仕事するし、うん、盛り上げてくれるし、うん、と思いきやすごくね気遣い上手で、うんうん、またそのサオリー先輩とは違うタイプの気遣いというか、うんうん、イケメンタイプ、うん、これ翼さんのフィルターかかってるのかな私。いやでもそう、でもそう、本当にリエリーさんのお家で行ってなんか何でもやってくる、もう母母そうそう、気遣い何でもこう、ふかちゃん大丈夫とかも言ってくれたりするし、ね、こうなんか言う前にささっと行動してくれるっていう感じ、そう、なんか心温まるっていう感じですな。そうね、うん、とまあそんな、ただいま紹介してきましたメイン4名のキャラクターが主に、うん、活躍しているんですけれども、うん、その4人以外にも、うん、寮母のね花園リリカさんだとか、うん、あとカオスの担当編集さんの網沢さんだとか、あとは担任の先生のジミチの先生とか、そして実はキービジュアルにもねこっそりと登場している謎大きいフーラ先輩などがいます、ね、そうね、大丈夫、怖がってるね、なんか今日大丈夫かな、今日6話なんか心配になってきた。そうね、だってね5話の終わりがね、あれだったからね、そこが気になるけれども、本当にこれから先もたくさんの色濃いキャラクターたちがどんどん、登場してくるのでお見逃しなく、ぜひ物語の後半戦を盛り上げてくれるのでご期待しててください。よろしくお願いいたします。以上、コミックガールズ作品&キャラクターのご紹介でした。さーて、お届けしておりますニコニコミックガールズですが、うん、レギュラー番組としてねやっぱ連載を開始を記念しまして、うん、こんな企画が用意されちゃいました。リアルコミックガールズプロジェクト。はい、ということでリアルコミックガールズプロジェクト、これは何をやるのかと言いますと、うん、私たち2人が実際に4コマ漫画を描かせていただき、うん、なんとね、そして漫画タイムキララマックス本誌掲載を目指すというとんでもない本当のチャレンジ企画になってますね。大丈夫か、大丈夫なのか、多分これを見ている全国のねキララファン、そして漫画家志望の子たちはさぞかし親指の爪を噛んでいると思う、うん、ね、今日殺されないかな。いや、そう、すごい直接的だね。大丈夫だよ、大丈夫だよ。でもね、分かんない、私たちの出来次第だから、そこは、うん、一生懸命やってこね、もちろん私たちも遊びのつもりは 3皿
ザンザラザンザラサンザラワンザラござるザンザラかいザンザラございませんはい、真剣勝負です。はい、ちゃんとね段階を踏んでね最終的に訪問者さんの方に持ち込むというところからザンザラ始めたいと思います。ザンザラやってこう。はい、新しい言葉生まれました。イエイ。まあ、とりあえずはね私たち2人にかかってるということで頑張っていきたいんだけどね、うん、でも本誌掲載を目指すのよね、うん、決めなくちゃいけないことあることない？何？ズバリペンネームよ。ああありがとう。あれ誰も拍手しなかった。私は味方だよ。味方、じゃあ敵なんだね、あの人たち。そう、でもね、そう、登場キャラクターのみんなはね、それぞれ個性的なそれぞれのこう、ね、カオスとか恋する声名とか、うん、ペンネームを持ってるでしょ、うん、それを参考にしつつ、この番組内で〇〇先生ってみんなからも私たち同士も呼び合えるような、ね、ペンネームを決めていきたいと思うんだが、うん、あ先生、ほう先生わかりやすい、わかりやすいけどそうね、ダメ、ボツよ、ダメ。もうちょっとね、可愛いやつにして。可愛いやつ。アバ先生。アバ先生、違う、ザンザラ先生ダメだ。そうじゃない。なんかない？なんか何？なんかないかな。二人で一つ？うん？二人で一つ？うん、それぞれそれぞれ。それぞれそれぞれ。赤星と本星のそれぞれ。なるほどね。二つ欲しい。へえ、なんかヒントなんかあるかな。好きなものは何？好きなもの？ひよこ？言おうと思った。ひよこ？ピーちゃんね、ひよこ。そう、私もピーちゃんって呼んでるんですけど、うん、ひよこ好きなのよね。ひよこ好き。ピヨ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 。そう、で、たまにさ、エーデがさ、ピーちゃん以外にさ、うん、ピースケとかピーノスケって呼んでくれるのが、ね、すごい適当だもんね。そう、それが結構好きで。あ、そうなの？ピーノスケありかなって思ってる。ピーノスケ先生。ピーノスケ先生？ピーノスケ先生。どう？みんな。あ、ひよこ先生。ピーちゃん先生。トリッピー。チキン先生は？チキン先生、先生はチキン先生いいかもしれない。チキン先生はカオスっぽいし、美味しそうだし、ひよこっちゃひよこだし、ちょっとえグロい？うん、大丈夫。いける？でもグッズ化できないよ、チキンじゃ。だって先がいるじゃん、チキンの人。え、海外のこの海にドボンする寸前まで行く人たちのこと？違う。ラーメン？そう、ラーメン。あ、そう、グッズ化できないよ。じゃあもっと実写の方にしたら、何こう、あの毛穴も目立つような実写の、チキン、えー、そっちのチキンは、可愛くない、可愛くない。じゃあ黄色い、それで、うん、黄色いのちょっと生えてるとかは、ちょっとやだね、やめとこうね。だから私のね過去の漫画とかを掘り起こさない方がいいんですよ。はいはい、もう帰りました。じゃあチキン先生か、うん、ピースケ先生、うん、どっちかね。どっちがいいかな、チキン先生かピーノスケ、ピスケ。どっちがいいの自分は。ピーノスケの方が可愛いなって思うけど、でもチキン先生もいいなって思う。ピキン？ピキン？あ、ピキンいいじゃん。ピキンいいかも。本当に。わかんない。あ、ピーノスケ。すごいみんなに惑わされてる。わかんないよ。じゃあ、アミダクジにしよっかな。あ、本当にやる？作るよ。あ、じゃあアミダクジにしよう。作ってあげる。ピーノスケとピキン。チキン？すごいみんなくれるけど。ピキンはもう。あ、カオスみたい。もうやめてくれ。ピキン、うん、チキン、うん、とピーノスケ、ピーノスケ、うん、の3つでいい。うん、はい、言って。真ん中。あ、真ん中、わかった。チキンで。あっ、パパパパパパパ。はい、決まりました、チキン先生の誕生です。皆さん、チキンです。よろしくお願いします。さあ、じゃあそんなチキン先生の横に座る本土は何先生がいいかな。チキン先生がすごく個性的だから、うん、何かな、濃ゆめでしょ、うん、好きな食べ物は麺、麺と唐辛子とデスソース。なんか強いな。でしょ、うん、強そうなのがいい。そうなの。え、強そうなのがいい、うん、デス先生。デス先生。中本先生、もうそれね、中本先生にしたらね、提供になっちゃうからね、うん、あ、そうな、そうな、プレゼンツになっちゃうからね、うんうん、北極先生もいいね。ドーナツ先生、ドーナツですとかどう。ドーナツです先生、ドーナツです長ない。じゃあ、ドです。ドです。ドです。やだ。ドです。ド、え、ド、え、ドです。ドです。ドはドーナツのド、ですはデスのです。ドです先生。
どうですがどうですって話面白くな私この人生今までみんな真顔でスルーはしてくれたけどこんなに言ってくれる人は初めて相変わらずいいねいいね いいねさあさてさてさて決めてこ決めてこ何がいいのかなあでもデスドーナツドーデツ、うん、どうですどんどんどん仲良しアバアバアラ A です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 いいかも A レスバイス A レスバイスあらあらあらベース A です A ですかな A です A ですなんか A ですって美人そうな名前じゃないええ A です A です A です、はい、じゃあ A ですで A ですってかA ですで A ですよろしくお願いしますあもう言ってくれなくもなって言ってくれいいですね、A ですじゃあ、生まれました、A です先生でーすイエーイよろしくねイエーイ A ですやろはい、ね、はい、ということでオリジナル作品ではなく私たちが書くのはコミックガールズを元にしたアンソロジー4コマですそうなのですでねソロジーって今聞いてみんなおやと思った方きっといるはず、うん、そうコミックガールズの公式ツイッターでもですね今ただいま日刊コミックガールズをやっておりますよみんな見てくれてますか見てる見てる超可愛い4コマですよあれはほんとほんとあそこを拾ってそう広げるのねっていうね面白いねいろんな方が書いてくださってるっていう、うん、すごい本当に結構挑戦的な企画というか、うん、でもこれってきっとこの作品とか、うん、香織先生がこう、うん、なんだろうな 人望っていうと違うのかな、うん、ここ本当にたくさん仲間がいて、うん、好きっていう気持ちがあるからみんながきっと関わってくれてるんじゃないかなって私はいつも思って見てる、うん、確かに愛がこもってるねちゃんとさ、うん、特徴とかさこうなったら面白いかもみたいなところをさちゃんと拾ってくださるからさそうなのよねということでねちょっと皆さんねぜひちょっと見てほしいんですけれども、うん、試しにね今回なんと2つほど見せられるということでまずは見てもらいましょうどうぞルッキーの書いてる雑誌も置いてあるぞちょっとーちゃんえどこですかルキちゃんのことだからきっとわわわ私にはまだ読めないです私だって読めないわよだいたい TL 雑誌はそこのコーナーじゃないでしょあっち私のこれ私目悪くて掲載誌はあっちだからルキさんの雑誌はこっちにこの辺かないや違うの早く画材屋行くよ急に始めたっていう ね話があるんだけどもう一個ありますよみんな見てみてくださいどうぞよいしょ、うん、あーあーこれがダサいよダサ大丈夫だカオスこれをこうすればわあ一気にかっこよくなりましたそういうことじゃないよいっそ脱がせばルキちゃんはちょっと自重してよなるほどね脱がせばみんなね、うん、結局は同じですからうん一緒じゃないかえあ、そう一緒じゃないルキちゃんとだって小山ちゃん違うもん多分今大兄さんくしゃみしましたっていうねこういうのが今あの日刊コミックガールズっていうことの公式ツイッターさんの方であの連載というか掲載というかされてるのでぜひ皆さんこれからでも全然遅くない見てみてほしいんですが、うんはい、そう私たちが目指す4コマはねまさに今のご覧いただいたようなイメージのものになるんですよ、うん、はいつまり必要になってくるのがコミックガールズの登場キャラクターたちの私たちが私たちになる私たちになりに描く、うんうん、ざんざらなキャラクターということですざんざらに先ほど私たちもカオスとルキちゃんそして小梅と翼さんをご紹介しましたが、ええ、私も小梅と翼さんをで A ではカオスとルキちゃんを描きました描きましたじゃあせっかくなので見せよっか見せよっかじゃあね先に私がカオスちゃんを見せましょうかねはいよじゃあまずはカオスちゃんこれをね一番最初時間あるときに描いたうんでもねうまく描けてないうまいよ少女漫画っぽいじゃんめっちゃそっか少女漫画としてはありかそうだようんちゃんと直腸直腸じゃない直腸ってのはもうちょっと下の方にあるかなこの辺かな直腸そうだよねそういう話じゃないいやでもかわいいちゃんと色
なんて可愛い。ありがとう。ありがとうね。そのすごい棒読みな上手だな。ありがとう。いや思ってるんだよ。本当にありがとうね。じゃあ次ピーちゃんじゃない、はい、じゃないじゃない、チキン先生だね。チキン先生だ、ね。チキン先生、はい、チキン先生の描かれた小夢ちゃん見せてください。どうぞ。じゃーん、これ。おっぱいいよねその絵柄。本当？独特な絵柄だと思う。やっぱりさ、こうしてもさ、起き上がってくるでしょ。起き上がってくる。基本そうだよね。起き上がって素敵な絵だね。ちゃんとね、描いた。マカロンとアイスクリーム。ね。しかもアイスクリーム欲張って2つ、2つやつ。そう。2つやつ。バニラとイチゴ。美味しそう。美味しそう。って感じ。ありがとう。して、私は続きまして、ルキちゃんを描かせていただきました。ルキちゃん。ルキちゃんってすごく描くの難しいのね。いやでもこの大人っぽさ出てるよ。出てる。いやうまいね。そういう風にさ、なんかさ少女漫画っぽいのがちゃんとうまい。本当に、うん、しかも起き上がり拳しか描けないからさ、私逆にそっち描けない。本当逆に描いてみようかな後で。起き上がり拳。確かに。起き上がり拳。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 分かった。ってことでじゃあ B の翼さん行くべ、はい、これ起き上がりこぼし。あ、違うよ、てるてる坊主だよこれ。だってマントつけてるからさ。あ、やだこれ何。え、暗黒、暗黒の城、暗黒の城。勇者だから。そう、勇者だから。そう、今からここに行くの。そう。しかもなんか囚われてないここ。そう、そう、よくわかったね。わかるよ、見えるかな。いや、なんか誰か囚われてるけど、この丸の中にこれ、人型になってんの、ちゃんと棒人間。やめろやめろ。見えるかなね、すごい細かいところに。え、うまいね。どんだけ言ってんの、これだよ。うまいよ。え、ありがとう。すごい自分の世界があって、私好きよ。ありがとう。とね、まあ、今ご紹介したんですけど、うん、ね、我々はこのように、まあね、2人並べてもこんなに絵柄が違うのかっていうぐらい違うんで、うん、こんなねキャラクターのタッチなのかなこれから、うん、で頑張っていくんですが、はい、まあね、でもね、もちろんねキャラクターをねこう頑張って描けたとして、この作用頑張ってね描けたとしても、うん、人間だけを並べても漫画は成り立たない、うん、そう、いろいろなものを描けないと漫画はできない、はい、ということで練習を兼ねまして、今からですね、お絵描きしりとり10本ノックに挑戦しようと思います。制限時間は1枚10秒で、お互いにイラストを駆使してしりとりをするだけのチャレンジです。うん、何を描いたのかお互いに口に出さずどんどん進めて、お互いに10作品描き上げたところで練習終了です。改めてしりとりが成立してるかどうかと、その画力をチェックしていきましょう。だそうです。はい、そうなんです。でね、ここで描くのもいいんだけど、せっかくしりとりだし、うん、ここのスタジオ実は結構広くって、あっちにねホワイトボードがあるんです。あれあれ、せっかくだからあそこ行って描こうよ。はいよ。よし、どっちからやる。ちょっと足がしびれたから絵でどうぞ。知らないよ。てか絆創膏かわいいね。ありがとう。ちょっとこの前ブヨに刺されちゃって。ブヨに刺された。え、ブヨってブヨかえ、蚊じゃないの。ブヨ。え、ブヨってヨ、え、で、太った蚊のこと。ブヨブヨの蚊のこと。うん、でもブヨブヨのやつ。違うけど刺されて、でも今こんな可愛い感じに絆創膏貼ってるけど、刺された時はすごい足がね、すごい腫れてブヨブヨになった。ブヨブヨになった。本当に大変だった。大変だったね。はい、描こっか。はい、じゃあピーちゃんから行くか。え、こうやってこうだよ。こうやって、こうだよって。はい、しりとりでしょ。しりとりよ。わかった。でね、失敗した方、ダメだった方にはちょっとした罰ゲームがあるから、覚悟なさい。はい、私もだけど。わかりました。じゃあ早速スタートしたいと思います。よーい、スタート。何だスタート。でも最初の一文字決めてない。ピーちゃん、それ何。あ、なんとなくは、はい、ねえ、最初の一文字何。ええ、あれかな、わかった。何、今何した。あ、どうぞお書きください、どうぞお書きください。今何をした。今何をした。どうぞお書きください。もう一回って今のヒント。じゃあ、かぶると、届かないなと思って自分で隠そうと思って。
どうぞどうぞお聞きください。どうぞお聞きください。え、これわかんないの？え、あれかな。そうだよ、あれじゃん。うーんかな。え、わかった。えっとわかったわかった。え、なんかめっちゃモニモニュ。うるさいな、まだ始まったばっかりだよ。これはね、私の最近眺めるのが好きなやつだよ。へー、まつげ長いやつだよね。さあね。あ、そう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 。はい。やば。かわいいかわいい。ほう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 。はい。え？え、ね、足りなくない？足りなくない。だって最初こうじゃん。あー、そういうことか。そう。え？イエーイ。こういうこと？ちょっと、そうですね。あれね、わかった。そう。え？うわー、あー、はい、あー、あー、あ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 、なになに？口から水出るやつ書こうとしちゃった。え、なにそれ？なに口から水出るやつって？え、吐くの？うん、まあ。あー、なるほどね。はい、書きなよ。あ、やだやだ、書かない。書きなよ。これわかるかな。わかる。え、もうわかった。わかる。え、嘘、本当？やっぱもうちょっと書いて。はい、終わり。うわ、最悪。わかったんだよね。わかった。すごい、よくわかったね。なんで？なんでこれでわかったの？ね、逆にわかるの怖いんだけど。こう、ピーちゃんちはこんな感じなの？あ、違う。ママはね、あ、言っちゃった。あ、言ったよ。言ったよ。まあ、ママですけどね。オッケーオッケー。ということで、これはあれね。うん、私たちがね、あの、日頃お世話になるやつですね。そうそう。なんだなんだなんだ。はい。え？うんうん。え？簡単簡単。え？とってもわかりやすい。え？これタケノコの里にしか見えない。しかし終わるやつ？うん、終わんない終わんない。え、終わんない？うん、使っ
ない？知らない人が多くってさ、え、そんなわかんない出すの？うんそんなのやだ。いや気持ち悪いなあの絵あれながらうまいと思う。わかったわかったわかった。お、これでちょうど10個ですか？はい。あ、はあ、なるほど、はい、オッケー。これで10個ですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 お、お、お、1人10個？あと10個？この時間をあと2倍お届けする。ここに書くの？じゃあ、あと残りスペースここに10個書こうね。オッケー。あ、わかった。何をしている？早く書きなよ。わかった、もう難しいの書くからね。やだやだやだ、難しい、すごい、すごく、なにこれ、すごく難しいやつ書いたからね。ええ、なにこれ。はい、すごい難しいの書いたから。え、ね、わかんない。ちょっと待ってください。これ犬？犬の人？犬の人？だってこれ犬耳じゃないの？ちょっと違うかな。犬の人かと思って。おー、すごい、コメント当たってる人います。すごい。なんだろう。私、何度か、うん、何度かやった、うん、うん、あ、自分たちがやる感じなの。ピーちゃんやったことあるのかな。なさそう。ピー、うん、あ、間違えた、チキン先生。チキン先生は、ちょっと待って、赤ちょうだい、赤。あ、え、赤？じゃあ私緑にする。はい。え、これ。え、あ、マグロ？マグロ？違う。これマグロ？違う。どうした？これ、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 これだよ、これ。これで伝わると思う？うん、伝わった。伝わ、うん。なんかが降ってきてベチャってしてる？ああ、そんな感じ、そう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 。しかも赤？ということは、そうそうそう、血ですか？そう。これは何だと思った？今言っていいの？あ、あれか、そうか、よくわかったわね。うん、じゃあ、はい顔顔顔顔全ての、全ての感情が顔に出てた。これ、え、簡単だよ。あれでしょ？うん、ピーちゃんだって5番ってやつでしょ？え、ピー5番？え、ピーちゃん5番じゃん。あ、チキン先生5番じゃん。うん、チキン先生5番。私シーシーハーハーだよ。何シーシーハーハーって？シーシーじゃないの？ん？みんなわかるよね、シーシーハーハーでね。ね。わかんない。わかるよ。わかんないから。わかんないから？すごいね、ピーちゃん見える？ん？スタジオの窓のガラス越しに弊社のマネージャーが巻きの指示すごい出してるんだよね。バイバイ。バイバイじゃない、あれ挨拶、あれね、これって挨拶じゃないんだよね。はい、あ、待って、はい、はい、あ、なんか、巻くってそういうこと？え？ん？うん、これ、これ、これ。わかった、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 わかった。ね、わかった、わかった。こうやってなんか有名な海外のキャラクター描いてもいいですか？いいよ。はい。なんで？え、だってそのモヤモヤってあれじゃないの？お、それは
はい、怖くない？え？え？え、それってさ、最後の言葉んじゃない？違う。え？違う。お、お、ち？ち、最後でちって言ったね、今ね。ちじゃない。ちじゃない？あ、でもちでもいいよ。ちでもいいの？お、なん、なんでもありやね。これ、これ、これ誰？これ誰？見たことある気はするよ。なんか卵から生まれるやつ。そう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 。なんかこういうやついてますね。そう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 。そうそうそう。わかった。ちょっと待って。は。え？はい。え？巻きだから。待って待って待って。だとしてもだよ。だとしても？伝わる？伝わんないよ。そう。超スペシャル劇場版のお絵描きしりとりコーナーでございます。はいはい、うん、おい、うそ、分かったのこれ？分かった？私のこと、さすがかよ。でもどこに書こう。はい、え？ごめん、巻きだからさ。え？喋ることより巻きを意識し始めました。あ、待って、わかった。じゃあ、ね、今何個だ？数えて数えて。11、12、13、14、15、16、17、18、19、あれ、あ、これ気づいたら20個いってたパターンですね。お、やったじゃん。ちょっと最後これちょっと分かりたい。でもあれでしょ、グミ？そう。おお、すごい。最後が合ってるってことはいい感じじゃない？みんな苦笑いがすごいですね。みんな苦笑いがすごい。振り返り。よし、じゃあまずこれはカメラでしょ？ピンポン、ラクダ。正解。なんかポケモンに見えてきたけど、だるま？ピンポン、ママ。よくわかったよね、これね。どう見てもママってまだわかんないけどね。相当ママが好きなんでしょうね。次。はい。うまいくね。ピンポン。薬。そう。リスでしょ？うん。リセッシュ。あのね、あのリセッシュさ、リセッシュってさ、リセッシュって本体押す？こっちじゃない？スプレー、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 スプレー。はいはいはい。スプレー、スプレー。からのレンゲ？そう。からの？ゲジゲジ。正解。からの？自動ドア。ピンポーン。レジ打ち。よくよくそれで繋がった。ごめん、アルバイトだった。そうでしょ？アルバイト？こっち。あ、言っちゃった。私吐血だと思ったの。アルバイアルバイト吐血だと思って。で、それは？わかんないから雲描いてみた。いや、わかんなかったらギブアップしてよ。そしたら罰ゲーム浴びせるんだから。でもね、私は爪楊枝って分かってくれたと思って、このモヤモヤはその時のピーちゃんのモヤモヤのジレンマを書いたのかなと思って、あ、ジレンマね、ジレンマね、なるほどって言ってこれ書きました。マリオだ、マリオ。そう、マリオ。これ親父っちかな。ピンポン。これは、これ分かんないけど。次のなんか頭に団子が浮かんだからなんか。すごいね。いや、私ね、これね、近くって意味で書いたの。だから、あの、串団子にしたのかなと思って。おお、やった。すごいね。すごいすごい。次はごま。正解。はい。マリかなって思った。ピンポン、リング。そうそう、グミでしょ。うん。あ、いや、なんかすごいね、私たちって。結構つながってる。やった、帰ろう帰ろう。いや、帰ろう帰ろう。なんだ、できる。ね、なんでつながんのってみんな言ってるけど、それは全員思ってるから。あ、そっか、ピーちゃん2回ぐらい諦めてたんだね。知らなかったよ、私。全力で答えてくれたのかと思ったよ。楽しかった。とね、まあ、たくさんやってきましたが、
まあ、レースを振り返ったところで、うん、じゃあこれは結局勝者とかどうなんですかね今回は。あ、もしかして2人とも大成功ということでした。よっしゃー、イエーイ、やったね、幸先いいね、やったね。どっちかが負けるとかじゃなかったよ。確かに平和だよ。これはお互いの、投げ捨てと、投げ捨てと組み取りがうまくいったね。さすがだね、いいチームプレーだ。さすが、同期だよ。同期だよ。さて、はいよ、ここまでキャラクターデザインと各種イラストの練習をね、たくさんやってきたわけなんですが、うん、ここからはさらに実践編に行きたいと思います。はい、プロットを考えよう。プロット、プロット。プロットってプロッポ。はい、4コマ漫画なので、いわゆる起承転結について会議、企画会議を行いたいと思います。そうなのよね。だからここからお互いにね、こんなことをやろうと思ってるんだっていう、そのね、あの目指せ法文社さんの本尻掲載っていうのね、何やろうと思ってるのを意見を出し合ったりとかして、まあ今この場でね、決めることは必要ないの、これからだから。だから大枠の設定とか登場人物どうするとか、ストーリーを発表していくっていうね。はいよ。簡単ないわゆるネームっていうものに、ネームネームにまとめられればいいよっていう、そんなところですね。はい、そう、ピーちゃんは、じゃない、チキン先生は、チキン先生、ネーム、何がいいかな、登場人物とかストーリーでしょ。そうそう、なんか、ね、発想力はね、きっと豊かだから、うん、嘘でーす、うん、いや、嘘でーす。あ、あれがいいと思うんだ、なんか日常のこと。ふんふん、あのさ、コミックガールズのメンバーの、うんうん、日常のこと、なんかお泊まり会のこととかをさ、あー、それいいかもね。そう、4コマにしたら、なるほど、面白いかもって思う。じゃあチキン先生は全体的にはこうキャスト陣の内側の実際にあったわちゃわちゃをほんわかと絵にしていくみたいな方向性。おい、それいいな。おいおい、じゃあね、私誰だっけ、はい、私誰だっけ、エイデス先生です。エイデス先生か、エイデス先生、エイデス先生はね、考えてるのはもう、うん、あのあれあれ、その実際に公式ツイッターさんでもさっき紹介したような流れの中の、うん、あのね、遊園地の会で、うんうん、こう意外とさ、あの一瞬だったけどジェットコースター乗ったでしょ、うん、あそこで翼さんが、あれ、これもしかして結構苦手ってなったじゃない、うん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 、そこをちょっと掘り下げた、ちょっとギャップをね、私はちょっと掘り下げて勝手に妄想したいなってちょっと考えてます。そんなプロットかな。掘り下げ最高だよ。そう、いいじゃないか。だから私は登場人物、主には小夢ちゃんと翼さんで、うんうん、で周りはもうニヤニヤと涼子さんも一緒にね、草むらの影から見てって、最終的にはみたいな感じをちょっと今想像してます。いいじゃないっすか、うん、いいんじゃないっすか。意外とね、初回のプロット、うん、プロットって言ってんのかな、そうにしては、わりかし考えられたのかな、うん、まあこれからね、ちょこちょこ練っていくので、うん、よろしくお願いしたい次第でございますよ。いいね、いいね、ところかしらね、とりあえずそれっぽいものをね、作れたらいいんですけど。そうね、うん、次回ね、放送までになるのよね、うんうん、次回放送までにコミックガールズを書いている半沢香織先生と担当編集さんから、私たちの作品に関して率直なご意見ご感想をいただきます。うん、はい、いや、覚悟はそれなりにある。そうね、ちょっとまだ実感がないんだよね。そうね、プロットだからね、絵に起こしてね、そう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 、やっていくわけだからね。そう、でも実際な言葉が聞けるのは嬉しいので、メンタルはそんなに強くないけど、うん、お手柔らかにお願いします。はい、よろしくお願いします。みんなね、ボツになりそうって言わないでください。それはカオスちゃんだから。ってことでね、このコーナーは私たち2人が、うん、漫画タイムキララマックス本誌、掲載を目指すチャレンジ企画でございますよ。はい、今後もその模様をドキュメンタル風に追いかけてくれるそうです。以上、リアルコミックガールズプロジェクトでした。あっという間に約1時間が過ぎてしまいました。早いもんね。はい、ワイワイとお届けしてきましたニコニコミックガールズ、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。はい、ということでここでコミックガールズからのお知らせをドドドンとしていきたいと思います。まずは音楽情報です。はい、私たちコミックガールズが歌うオープニングテーマメモリーズ、そしてエンディングテーマ涙は見せないを収録した CD が5月30日にリリースされます。は
後ろにもあるのよね。あるのよね。そう、みんなはね画面でも見えてくれてるかしらね。もちろんね、このこれね、両楽曲のねインストバージョンもね収録されているんで、ちょっと真似して歌ってくれたりなんかしたっていいんだよ、うんうん、いいんだよ。で、初回生産、うん、初回生産版のみスリーブケース仕様になってまーす、ということでね、後ろはこんな感じで、前はこんな感じだよ。漫画っぽいな。あ、見えちゃう見えちゃう。これは出していいんですか。いい、見せちゃう。みんな見ててね。あー、かわいいわね。後ろも見せちゃうよ、見せちゃう。てててーん、かわいいね。いろんなシーンが見えてる。そうね、すごく本当に癒しの空間になってます。ぜひ。めっちゃ指汚い私。あ、さっき追いかけしたからじゃん。びっくりした。はい、ちょっと皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いいたします。はい、そしてパッケージ情報です。コミックガールズ第1巻が6月27日水曜日に発売決定です。はい、始まりの第1話と第2話を収録、初回生産版には半沢香織先生書き下ろしアウターケース、アニメ書き下ろしデジトレイをはじめ豪華特典盛りだくさんです。特典 CD にはなんとカオスが歌うメモリーズ&涙は見せないを収録。え、一人ってことだ。真っ白な未来、真っ白な未来が。ね、もうこれはね、あの役者側でも盛り上がってます。盛り上がってます。真っ白って言ってるよね。言ってない言ってない。はい、そしてしかもイベントチケット優先販売申し込み券が購入ということで、封入ということで、詳細は購入はちょっと違うかな。詳細は後日発表。私たちもいつどこで何をやるのかまだ分かりません。けどきっと私たち出るはず、出るはずというか出たいので手伝いしてください。よろしくお願いします。ということで、こちらの第1巻なんですが、現在早期予約キャンペーンを実施しておりますよ。はい、今週末5月13日までにご予約いただいた方全員に半沢香織先生による書き下ろし A3 クリアポスターをプレゼント。かわいい、かわいい箱入りじゃないの。さらにさらに早期予約者限定インストアイベントの開催も決定しました。イエーイ。こちらはですね、対象店舗にて金額内金内金で、ご予約された方に、内金でご予約された方に、先着でイベント参加券をお渡ししております、はい、こちらのインストアイベントは6月10日日曜日の開催です。出演は私たち2人です、遊びに来てくれる皆さん一緒に楽しみましょう。またここでまたまたお知らせでございます。はいよ。来たる今週末の5月12日そして13日に、新宿アニメイト、B2 フロア地下2階にて、なんと皆さん、爆乳姫子先生サイン会をイメージしたパネル展示と、そして13日の方には半沢先生のサイン会がございますので、こちらもぜひお楽しみにしていてください。行きたい。続きまして原作情報。はい、半沢香織先生による原作コミックスは第1巻から第4巻まで好評発売中です。最新巻の第4巻ではルキさんの妹のミキちゃんも寮にやってきます。キャキャキャ。そしてそしてアンソロジーコミック第1巻もただいま好評発売中です。はい、主な執筆人としては、カニビーム先生、春田奈々先生、アミオ先生、とめきち先生などなど、コミックガールズ連載中の漫画タイムキララマックスは毎月19日発売です。最新話が気になるという方はこちらもぜひ。ちなみにおかげさまでコミックガールズ各種グッズも続々と展開されてます。私たちの目の前にもね、いくつかグッズ実は置いてあるんですが、ね、そう見えるかしら、そう、みんなを揃えて置いてくれたのよ。このね、これね、スタンディって言ったら何もなるし、キーホルダーにもなるし、だからね、連れて行けるし、お留守番もさせられるし、こっちはね、よいしょ、缶バッジもあったりするのです。めっちゃ可愛いのです。それでね、ちょっとまだね、他にもいろいろねグッズあるし見てほしいんだけれども、私本土としての一押しのねグッズがまた別であるんです。ちょっとこちらをご覧ください。はい、どうぞ。そう、カオスちゃんの粘土ロイドか粘土色か決定してるね。AJ でねすでに発表してるけれども、まあね、続装続報につきましてはしばらくお待ちいただきたいんですけれども。おいおい、ずるいぞずるいぞ。ソリーソリーソリー。私も小夢も
偉い人に目線送ろう。どれ見たらいいのかしら。あの辺かな。とりあえず全員見とこうかな。うん、みんなの声も大事だよ。お願いします。みんなの声も大事。皆さん、小夢を、そしてルキを、翼を粘土化に。粘土化？ちょっとね、粘土化は良くないからぐちょぐちょになっちゃうね。うんにょうんにょになっちゃう。うん、ね、やらないのにできるように。そうだね、頑張ろう。はい、よろしくお願いいたします。さあ、続きまして最後は、放送情報ですね。はい、はい、毎週木曜日 ATX にて23時から23時30分から東京 MX、BS11、そして26時25分から関西テレビ。そして毎週金曜日23時からはニコニコ生放送で配信中でございますよ。はい、以降順次各配信サイトにてご覧になれます。よろしくお願いいたします。はい、まずは本日この後第6話丸刈りにしてきますが、テレビ放送されるわけですが、凄まじいって、ね、サブタイトルだけど ね、これね、また見どころを私たち実は、うん、またね、こう漫画をね書くっていうことで目指すってことで、見どころを一コマ漫画で紹介してくださいという無茶ぶりの指令をいただきまして、うん、ましてでもね、うん、頑張って書いたよね。書いたよね。はいはいはい、やるか。やるか。いや、なかなか渾身のね、いい具合のネタバレしない具合書けたと思うね。だるま。じゃあ一緒にやすか。おう、せーの、じゃどどん。すごい差だね。差だね。ピーちゃん、それ何分ぐらいで書いたの？え、わかんない、2秒かな。2秒？それは嘘だな。ごめん。そう、こんな感じ。あ、でも要は共通してるのは、何かが起きてカオスちゃんが本当に辛い目にあってるんだね。そう、本当にね、カオス先生大丈夫かな。そうね、どん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 、楽しみだね。ということで、ちょっとこちらを踏まえて、うん、最速今日ね放送ありますので、うん、ぜひリアタイで正座で全裸待機で視聴していただけたら幸いです。やだ、全裸待機やってみようよ。意外といいかもしれないよ。やだ、風邪ひいちゃうから。はい、いい子かよ。うん、はい、それでは、はい、最後になりますが、うん、私たちからご挨拶をということなので、うん、A だからお願いします。 A でじゃないよ。あ、そうだ、エイデス先生だ。はい、みなさんこんばんは、エイデス先生だよ。ビーム。はい、そうですね、あのコミックガールズこう放送始まって、本当にあの私も、ね、反響が、家族はそうだし友人もそうだけども、全然あの正直普通にそのアニメと関係ない、その例えばラジオスタッフさんとか、あとは別の作品のとこの人とかが、見たけどいいっすね、癒しっすわとか、あとね、私もラジオの相方のお笑い芸人がいるんですけど、いや、あの天心向井っていう人がやたらコミックガールズにハマってまして、だからもう本当に全オタクを巻き込んでくれるような幸せな作品、そしてその幸せな作品の話をこうやって生放送で皆さんと共有して楽しめる時間が送れるっていうことがね、これから始まるっていうのがすごく嬉しかったです。ちょっと初回でね、この同期間の不思議な空気感味わっていただけたと思うんですけども、これからもね、ね、もっと見守っていただければと思うので、ぜひ法文社さんの方に連載された時は100万部は買ってね。イエイ、ありがとう。ありがとう。おやすみ。おやすみ。じゃあ次はチキン先生。はい、どうも、チキン先生です。チキンです。チキンなのはひよこが好きだからです。はい、そうです、そうですね。です。いや、第6話ね、盛り上がってきたところで、こうやって皆さんに私たちのコミックガールズな感じをお届けできてすごく嬉しいです。うーん、え、何、違う、どうした、どうした、どうした、すごい嬉しかったの。なんか始まる前、なんかさ、2人でさ、変わんないな昔から、2人でさ、うん、初めてやるから、うん、こうちょっと緊張してたんですけど、冷た、ちょっと血が通ってなくって、はいはい、あ、冷た。それで、喋って喋って、あ、そうそうなんです。それで少し緊張してたんですけど、やっぱコミックガールズラインの方にも、こう、A で P ちゃん今日頑張ってねって、ね、ね、みんなライン送ってくれて、みんなライン送ってくれて、すごい、あ、仕事の合間に頑張ろうって、そう、仕事の合間にみんなラインしてくれて嬉しいなと思って、うん、いいよね、そう、そんな環境に入れてこの作品に出会えて、とっても幸せなチキンです。これからもなんか台無しだね、チキンつけるチキンですね、これからもこんなとこふうに、手冷た、これからもこんな
でわちゃわちゃして楽しくコミックガールズを盛り上げていけたらなって思います。皆さん今日はありがとうございました。見てくださって、うん、拍手していい？いいよ、うん、そうね、はいね、こんな赤尾光という不思議な生命体、皆さんご存知いただけましたでしょうか。わあ、またなんか始まった。はい、この番組隔週のレギュラー放送として開始いたしました、はい、次回放送は2週間後の5月24日木曜日の同じ時間になりますので、予定は絶対に開けといてよね。ねね、そしてゲストにあの人が登場するかも。かも、あの人って誰？誰？もういい、ゲストさん来てほしい、うん、来てほしい、そして絵を教えてほしい、教えてほしい、何かを私たちに教えて何かをだからでもね、いらっしゃるか分からないんですが、ぜひあの同じ時間2週間後よろしくお願いします。お願いします。テレビアニメコミックガールズは大好評放送中です。ここから後半戦に向けてまだまだ面白く、そして可愛く盛り上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。うーん、むいむい。それでは今日のところはこの辺で、お相手はペンネームカウスこと萌田薫子役、ペンネームチキン役のペンネームチキンの赤尾光でした。終わっちゃった終わっちゃった、もう一人いるよ、もう一人いるよ。はい、こんにちは、こんばんは、どうもどうも。はい、ペンネーム A です、A です、 A 出る、 A です、こと本土楓でした。はい、また次回お会いしましょう。よよ